W デイリーブードアップパレットの新色クライロスお気に入りとおっしゃっていましたが、ボーさんはどんなシーンでこのアイテムを使いたいですか？そうですね、これをもともとサンプルが出た時に田山先生がよくこれで撮影の時に使っていただいてたんですけど、写真写りも本当にすごくいいので、なんかこう春に友達とどっか出かけて写真撮ったりするのがでも全然なんか可愛いなって思います。ももさん、今年度新しく挑戦したいことなどありますか？そうですね、私は最近じゃないそうですね、私は、新生活、何でしたっけ今年度4月からね、新しい年度になりましたので、挑戦したいことですね。新しく挑戦したいこと、そうですね、やっぱり TWICE としてもですし、個人としてもそうですし、また新たな挑戦をしたいんですが、去年からみさもの活動が始まったばっかりなので、みさもの活動でもまた新たな挑戦をして、ファンの方々にいろんな姿をお見せできたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ではももさんへの最後の質問です。新生活を始められた日本の皆さんへメッセージお願いします。そうですね、新生活って言ったらやっぱりなんかこう新しい人に会ったりとかしないといけないじゃないですか私は結構人見知りなので、なんかそういう新生活って多分緊張したりとかすると思うんですけど、なんかこうオンジョン用のメイクを使って気分をアップさせて自信を持って新生活に臨んでいただければいいなと思います。改めてたくさんお話を聞かせていただきました。オンジョンヨブランドプロデューサーオンジョンヨさんと、オンジョンヨブランドミューズ TWICE ももさんに大きな拍手お送りください。ありがとうございます。